こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました。風が強いよ。こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました。おいしいお肉を好きなだけ食べていいよと後押ししてくれているお店に行って、本当に好きなだけ堪能してみようのコーナーでございまして、本日は私ね、肉の山牛さんというお店に行こうとしているんです。でこのお店がですね、以前まで肉の山木さんという名前のお店でございまして、その頃から僕は山木さんに行きたい行きたいって思ってて、許可取りの連絡をしていて、昨年の秋頃にようやく許可取り OK が出て、よし行くぞってなったんですけども、許可取りができた後にまたお店の方から連絡が来まして、今後名前が変わるのでそれまで一旦お待ちいただけますかとのことで、そこから山木さん行きたかったのにって思いながら、悶々としながら、その時間待って年越して、いよいよ山木さんが山牛さんに進化して今から行けるといった次第でございます。だからこれまで行きたかったという気持ちをもう体に充満されている分も食べていきたいと思いますのコーナーでございます。というわけで本日は武梅ヶ原駅から徒歩すぐの場所にありますみなのさんというショッピングセンターの中にありますこちらの山牛さんなんですけれども、実はもうすぐこちらにねお店の方がありまして、焼肉弁当と書かれておりますね。このさ、文字の迫力ですよね。肉の山牛、これさ、一番最後の牛の文字を前に持ってきますと牛肉の山ですからね、そういうメニューもあるかと思われます。そしてこう見ていきますと牛カルビとかさ、頭の大盛りとか、ワクワクする言葉が、ワクワクするフォント、そしてイラストで書かれておりまして、とにかくもうね、お肉をもうグビグビ食べられるといった感じのお店であることはもう間違いありません。グビグビって表現はどうかと思いますけども、でこうコロッケとか唐揚げとか、なんだこれ、チーズコロッケかな、これはしかも牛肉コロッケですって。でアジフライ超でかいし、とんかつとか玉ねぎフライもあります。ですでにお弁当が売られているんですけども、焼肉弁当500円からというよりも胸厚ですし、こっちにはなんと食べる食堂もあります。断然お得、890円の曜日代わりのセットなんかもあったりしまして、お肉とこのお蕎麦、牛醤油そばって書いてありますね、とちょい飯がセットのやつとか、すごいな、焼肉丼とラーメンのセットみたいな海苔ってことですよね。それが890円で、こっち見てください、炭火仕上げの牛カルビ焼肉丼というものがありまして、そんな中で頭の山盛りダブルトリプルまでありまして、この箸上げシーンの胸が躍る感じたまんない。で冷麺とかちょっと小さめのやつももしかして一緒につけることができるみたいなことでしょうか。で黒毛ステーキ&カルビとか、このカルビ以外のお肉もステーキとか牛タンとかロースとかいろいろあったりする形でございます。さあそれでは入店していきましょう。ごめんください、失礼します。失礼します、すいません、失礼します。なんといきなり精肉コーナーから始まります。そして店内はご覧の空間でございまして、こう見ますと焼肉丼だけじゃなくて、やっぱり相当肉そばも幅利かせてますよね。さあというわけで着席することに成功しまして、もうねメニューに関しましては外で散々ね見ましたので、もう心は決まっているんですけども、1個思うのは頭のさ3倍盛りにステーキとかさ、違うお肉だけを乗せることも
できんのかってことだけども、いやそれはできないか。カルビ丼の頭の山盛りのトリプル、トリプルをありがとうございます。でこれって他のお肉だけを追加するってことできないですよね。できなかったら全然大丈夫です。できます、できます、はい、じゃあステーキ 50g を追加でよろしいでしょうか。はい、はい、当店では国産の米を使用しておりますという文言も嬉しいですし、注文したらその瞬間から網焼きされていく光景が見れるといった、もうまずここでビジュアル的にお腹を空かせてくれるといった、続々とカルビを3倍盛りですからね。来た、まだ来ようとしてる。さあどう仕上がるのか。おはようございます。いただきます。結構伸びてます。あ、嬉しいです。ありがとうございます。さあというわけでやってまいりました。なんと店員様が結構見てますと、すごい渋くて素敵なダンディズムあふれる方が見てくださってる。嬉しい。いただきます。こちらが頭のトリプルのステーキ増しでございまして、これはこの組み合わせで注文する方はまあいないでしょう。そして私ボンミツかましました。ご飯は並盛りにしちゃいましたね。でナムルとかあったりするんですけども、もうご飯泥棒がこんだけ上にいるのにご飯波で注文しちゃった。ではまずフラッグシップモデルの牛カルビ攻めてみますが、艶やかな、キラキラきらびやか、うまっ、想像をはるかに超える上肉質。カルビさ、焼肉屋さんに行って普通にカルビ注文して、まずこんなにうまいカルビなかなか巡り合えない。むちゃくちゃうまうまブルーン、口の中でのブルブルした躍動感たまんないですし、炭火の香ばしさと想像以上に濃くて甘いタレとのコラボレーションで、ご飯とお肉で言ったらすいません、お肉の方が多いかもしれない。こう見てもそうなのよ。それはすっごいな、どうしようもなく美味しいし、どうしようもなくお肉が好きな人に彼氏ができちゃった状態なんです。炭で焼いています。ほうれん草ナムルがあるんですけどもね、これが唯一のもしかしたら、まあでもさっぱりアイテムになるのかどうか、これもナムルですからね、味はしっかり濃いはずですから、うん、まっ、うん、うまい。辛さが入ってくることによってまたこのお肉の甘さを際立たせるというか、ものすごいこのフォーメーションしっかりしてるよね。フォーメーションによってこっちの牙城を切り崩してくる感じ。そして卓上にもいろんなトッピングアイテムがある中で、なんてことしてくれてんの、何置いてくれてんの。こんなことしてさ、お母さんに怒られないの。めちゃめちゃ美味しそうなんだけど、やばいよ。さっき僕ね、一瞬ねこの中に卵を落とせたらいいかなと思ってたんですけども、マヨネーズあるならそれでいいでしょ。むちゃむちゃ美味しい。どうしよう、肉そばの鬼盛りっていただけますか。肉そばの鬼盛りです。はい、お願いします。すいません、これ本当すごいですね。本当すごい。丼に入らない、丼に入らないかもしれない。カルビ丼でスイッチ入りすぎて、肉そばもそういえばこれあるから注文しようと思ってメニュー見たら、この肉そばの部分ね、鬼盛りっていうのがあるから
あれと思って鬼盛り見たいなと思ったんですけども、注文しましたら店員さんが鬼盛り本当にすごいですよと、丼に入りきんないかもしれないですっておっしゃってました。カルビ丼のトリプル注文した時よりも店員さんのリアクションがすごかったので、多分相当すごいんだと思います。まずこちら完食しましたけども、なんと器の底を見ていきますと、切り方、焼き方、流儀ありと書かれておりますね。味のプロジェクト X の後番組だ。うわ、本当にはい、これは漬け汁じゃなくてスープなんですね。本来これで完成形なんですけど、はい、ちょっとスープ足りないかなと一応。なるほど、ありがとうございます。見たことない形で登場しました。こちらが肉そばでございまして、そうです、やはりこちらにも当然お肉あります。でネギと煮卵かなが乗っている形でございまして、もうスープなみなみなんですけども、このスープ量じゃ足りないかもしれないということで、こっちに追加スープ、だからつけ麺でもないのにスープ別皿っていう初めてのビジュアルのラーメン登場しました。だから本来こんくらいの麺があるんだったらこんくらいのスープ量が必要なんだけども、一杯に収まらないからということでこっちにも増築されているといった味の立て増しの感じでございますけれども、じゃあまずはもういきなりスープ、うま、牛肉のうまみが舌から喉からおなりかけて暴れ回ってる。で麺なんですけども、割と角切りの麺でございまして、薄めの色ですね、どっちかって言いますと。すんごいつりもちで、つるつるよりももっちりが勝つようなつりもち感でございまして、一応なんですけども、もうわけわかんないんですけども、もうつけようかな、こう来てここ来て、なんかね、うまっ、うん、なぜか味わい変わる。なんかこっちでぎゅうぎゅうに詰め込まれている麺が一回こっちで伸び伸びして気分転換してから入ってくる感じで、つけ麺の厚盛り感あるね、うん、うまいな。でおそらくね、この肉そばに乗ってるお肉もカルビ肉かと思うんですけども、じゃあまずこれオンリーで、うん、当然うまい、香ばしさが満点、これはすごいよ、いいメニュー、うん、でさっきのカルビ丼の後だからかもしれませんけども、こっちの方がやっぱりすっきり食べられる印象ではあります。にしてもカルビ丼のトリプルとこの鬼盛りを同時注文する人は前例がない、挑戦者0人メニューで、確かにとんでもないボリューム感あります。みんな結構いかついの注文してんだねというわけで、肉の山牛さんにてがっつりと肉丼食べてまいりましたが、いや本当に美味しくて、僕らがドストライクな大好きな味をもう直球勝負で味合わせてくれながら、そんな中で炭火で焼いてくださってるんですかみたいな、こんなにボリューム満点で味合わせてくれるんですかみたいな、そのプラスアルファの要素もめっちゃありまして、とにかく満足度が高いと。で僕に関しましてはやっぱりサッカーをね日頃やってまして、走り回るための体力をつけたいということで、昨日もサッカーだったからさ、その分の栄養補給を次の日にしたいっていう中で、
オーバーキルくらい取れちゃってるよっていうのも補ってあまりある量お肉がっつりいけてるよみたいなのもねすごく素敵なお店でございました。美味しかったです。超おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、アイランドヨッシー2さんからのコメントで、熊田正史の日めくりカレンダー発売はいつですか。発売されない。熊田さんの日めくりカレンダー365ページない。ないって言い切っちゃったら申し訳ないけども、ない。何言葉を添えんの、もしかして言葉を添えるにしても、4とどうだいと盛り上がってまいりました。三が日で終わるかな。あとはもうどうすんの、写真で行くの、お尻からクラッカー出してるところとかカツラがずれちゃうところとか、そういうページにしても10日くらいで終わるかもしれない。何せ熊田さんは、僕がね初めて見たのはね、自分が吉本に入って1年目の頃に舞台に見学に行ったんですよ、銀座7丁目劇場に。そしたら2年目の熊田さんが舞台に出てらっしゃって、2分ネタのゴングショーに出てらっしゃったんですけれども、当時から今と同じネタやってましたから、で当時はね、あんまり受けてなかったんです。僕が1年目の後輩として見学してる時に、面白いなって思うんですけども、あんまりやっぱお客さんが女子中高生ばかりでしたから受けてなくて、だから1年間熊田さんはその同じネタをやりながら2分ネタのところでさまよってたんですけれども、やっぱりさ、あの方僕大尊敬してるんですけども、その頃から同じネタをずっと磨き続けて、もう一個一個のボケは全部、まあ、当時からティーバックになっちゃう、腕上げたらティーバックになっちゃうとか、そういうのやってらっしゃったんですけども、それのボリュームとか間とか、ちょっとしたそのやる前のセリフをちょっと変えてみたりとか、そういうのを磨き上げていって、今の吉本の劇場の宝になってるっていうの、すごいよね。フォレストカンプみたいな、なんか凄みをあの方に感じて、僕はもう大尊敬してる先輩なんですけれども、日めくりカレンダーは10日しか持たない、そういう意味では。山本添右衛門さんからのコメントで、風呂上がりにヒール履いてそう、どういうことなの。僕がいちいちちゃんとお風呂に入って、ね、体を洗い流して、でタオルで体拭いてお風呂から出てきて、全裸にハイヒール、どういう人なのこれ。僕何がしたいのってことになってきません。コツ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 全裸でハイヒールでリビングに登場して、ああいい湯だったじゃないの。そもそも家の中でヒール履かない、床ね、木の床ですから、なんかポコ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 ヒールの跡がつきそう、そういうのも嫌だし、お風呂入る前も履かないよ、もちろん。っていうか、うちスリッパ代わりにハイヒール使ってないから、というか外でも履いてない、外でもハイヒール履いた経験がない。だから唯一ハイヒールっていうのはさ、なんか体幹とかさ、ふくらはぎとか鍛えられるとかって言うじゃん。だからそういう意味では僕サッカーのトレーニングとしてさ、めちゃめちゃ鍛えたい部分なのでいいなとは思うんですけれども、だからスパイクであればいいのか。スパイクでハイヒールの方履くわけないじゃん。ヒールの部分が一個の大きいポイントなので、ポイントシューズですとか言い張っても審判に止められるから。そしてこちらの方からのコメントで、俺今ブルマ履いてブラつけてハイジーの家の前にいるんだけど、なんなのこの最後の点点点丸っていう、なんか含みを持たせてるの。なんかずっと待ってるんだけど、ハイジが出てきて、ハイジも同じ格好で出てきたら嬉しい、そっからね、それの良さについて語り合いたいんだけどみたいな感じでコメントしてきてますけども、全然僕ねびっくりする、そんな人が前にいたら。何ですか、警察に言いますよって なりますから、気をつけてください。っていうか僕ん家に限らず、人ん家の前にブルマ履いて、ブラつけて佇まないでください、やめてください。でこのコメントね、なんかちょっとぶっ飛んでるなとね、このコーナーでちょっと読みたいなと思ったんですけども、お名前を見てみたらちょっと読めないお名前なので、そこも勘弁してください。もうお名前でぶっ飛ぶのか、
内容でぶっ飛ぶのか、どっちかにしてください。これ今回はもうこの方の名前をだから、あの前の動画とかにね遡って確認して、ニヤニヤすんだとかもやめてください。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディリンディリン。アイアム遅すぎるさんからのコメントで、ハイジーさんって舌鼓を打たなきゃと思って店主さんに向かって舌打ちしちゃうタイプですよね。そんなことない。舌鼓って確かにどう打つのか分かんない。打つとしたら確かに舌打ちかもしれない。舌打ち以外あの舌で音を出すことできない。これならあるか、これか舌鼓。ただこれをあのカウンターの向こうにいる店主さんに食べて、なんか怒られそうで、もっと舌打ちよりも怒られそう。昭和の頃の部活内で先輩が後輩を呼ぶときにとか、なんかやりそうじゃん。なんかやり その感じに取られそうで、何シェフ呼んでんのこいつこの感じでみたいな、なんか感じ悪いから嫌ない。